どういうつながりなんですか？これはですね、やっぱり実はね、某オンラインサロンで、僕と中川先生がちょっと知り合う機会があってですね。それだけ聞くとちょっといかがわしい感じに言われてます。詳しくお願いします。これどうですか、中川先生、これ。その通りですね。僕と岡拓先生はですね、そのオンラインサロンの同期なんですよね。で、自己紹介の場でですね、岡拓先生が児童精神科医をやっていると、うん、それで、これは面白そうだなと思って目をつけて、まあ、いろいろお話を伺ってみると、うん、僕のいろいろ考えている、やろうとしている、まあ、子供の予防医学っていうものを、まあ、一緒の方向を向いてるなと思ってですね、僕の得意としていない、まあ、精神的な方のサポートを岡拓先生にお願いできたら面白いなと思って、まあ、そういうつながりもあって、一緒に行動するようになりました。あ、馬があったみたいな感じですか。馬があったっていうのと、だから中川先生言ったみたいにね、予防のことってね、なかなかお医者さん同士で話し合う人って実は少なくて、へえ、中川先生なんかも、もちろんたくさんオペをされてる先生なんですけど、やっぱりこうお医者さんって手術をしたりとか、基本的にこう治療ね、自分でこうやっぱり介入していくっていうのが一般的なお医者さんの仕事なんで、予防っていうかね、何か、準備していくっていうか、そうすることでこう疾病を防ぐっていうのは、まあ日本の医療保険制度だと、そもそも予防に病院に予防のために行くってこと基本的にないんですよね。はあ、でも歯医者さんに検診に行くぐらいかもしれないです。そうそうです。歯医者さんは自由診療と保険診療が混合でできるっていうルールがあって、そういうこともあってね、歯医者さんは実は予防結構ね、できるんです。予防に力入れてるんですよね。違うんですね。そうなんですよ。微妙に違いがあって、そんなこともあって、予防に目を向ける人って少ないんだけど、中川先生とはたまたまやっぱ子供をやってると、やっぱ子供たちが大きくなってくるんで、そういうのを見てると、でもなんかこうつまずかずに済んだ部分もあるんじゃないかとかね、こういろいろこう あとは治りがいい子悪い子って言ったら言い方よくないですけど、スムーズに良くなってくれることなかなかうまくいかないなって、この違いってなんだろうとか考えますよね、先生も多分。その通りです、なかなかこう治療をしてすっきりうまくなる機会がやっぱ経験がないんですよね。もっと自分のところに早く来れば、やり方も違うし、そこからのフォローもやっぱ変わってくるので、もうちょっとすっきりいくなっていう経験が何度かあったので、やっぱりその前の段階から何とかしようっていうのが予防の考えの始まりだと思います。